ピーマン、まずはアーカラ島3つの試練達成おめでとう。次はいよいよ島クイーンライチさんの大試練だね。大試練の準備を終えたら、空間研究所においでよ。空間研究所は6番道路を抜けた先にある。ここが空間研究所になるわけだね。空間とは物質に存在の場所を与えるもの。そんな難しいこと言われてもわかりません。あ、リーリエもいるね。え、何してんのこれ。跳ねるですって。よくわかってねえし。あ、俺の真似をしたんだね。やったことねえ。誰の真似だよそれ。俺の知らない俺だろ。跳ねるなんて覚えてるポケモンいねえぞ。コイキングなんて使ったことないしね。跳ねたところで強くなれるな。みんな最強ポケモンだよ。見てましたよ、がっつりと今のシーンね。余裕です。ここは大変でした。謙遜しましょう。そうなのかな。そんなバタフリーと思い入れあるわけでもないんですけどね。まあ今戦闘がバタフリーだからね。そんな風に見えます。リーリエから見たらそんな風に見えてるんだ。俺からしたらそんな、ただのポケモンとトレーナーっていう関係性ですけどね。いつの間にかそんな関係性になってたんだね。嬉しいな。さあこれヌシールがここを貼ってあるぞ。おっと、ほんで謎の道もあるしね。なんだこれ、アイテムがあるのね。大きなキノコ、意味深やん。なんでこんなとこあんねん。何すんねんこれでね。教えてほしいな。さあ中入りましょう。ここが空間研究所、間違いないらしいね。で博士がこの先で待ってますから、上がります。到着ドエス。あ、いましたね、博士。やあ、ハニー。わかってますよ、彼女はバーネット博士。僕の奥さんだぜ。いい奥さん持ってんな、お前。譲れ、こっちに。可愛らしいじゃないか。いや、来たぞ。褒めたら来たね。すんごい顔できたやん。ウルトラホール、急な大声ありがとうございます。いい人なんだね。めちゃくちゃいい人だわ。こんなとこにまでヌシール貼ってるよ。なんでだよ。博士に迷惑だろこれね。最後の大試練だ。ライチさんの家はディグダトンネルを抜けた先のコニコシティにあるからね。おっしゃ、向かうは大試練だ。何これ、割れ目だ。空に裂け目が。見たのは俺だけってこと？
いや、あの裂け目に関して何のリアクションもないの？なさそうですね。まあ、でも気になる裂け目が今出てきましたよ。この下ディグダトンネルになるね。ここ抜ければ大試練のライチの元へたどり着けるわけだ。ディグダトンネル、名前の通りディグダがたくさんいるんだろうね。あ、これがあれですよ。この島のね、島キング、ライチさんですよ。会うのはこの島に来て以来かな。そこで待ち合わせをしようか。オーケー。さあ、このディグダトンネルを抜けていきましょうよ。ああ、いきなりポケモン来たよ。何？その名の通り？ズバッとかい？なんでだよ。だとしたらこのトンネルズバッとトンネルじゃないとおかしいだろ。ディグダじゃないんかい。さあ、こちら左に進んでいけばいいかな。トレーナーとかいないのかな？あ、ちょっと待て。そこは、ケンタロスのラッシュで破壊できる場所だな。はい、ライドオンが。なんかポケモン来ましたけど、岩破壊したらね。ってことは石つぶてか。ズバッとかい、何もかもズバッとじゃねえか、ここ。ズバッとトンネルに解明すべきだ。ディグダは決して関係ないよ、この洞窟。岩破壊してズバッとっておかしくね、そもそもね。関係ねえじゃん。さあ、この先、炎の石を見つけた。いや、ガーディを進化させるためにはこの炎の石が必要だったはず。いや、いいアイテムですよ。うん。だ、進化させちゃうと確か技覚えないんじゃないかな。ガーディの時にしか覚えないはずなのでね。さあ、これはなんだ？さっきライチさんと話してた人だな。あ、ローラン。あ、エーテル財団ね。ほうほう、ディグダが暴れていたのはスカルダンの仕業らしい。何もかもあいつらのせいだね。いや、知ってますよ。何度も何度もね、関わってますから。関わりたくないのに。ディグダが長年かけて掘ったトンネルを使っているんだよ。あ、だからディグダ、トンネルって言われているんだね。でもそのディグダが出てこないっていう。ズバッとしかいねえんだよ。ズバッとトンネルだけどね、俺からしたら。全くディグダ感がないので。トレーナーいなさそうですね。さあ、すごい傷薬ゲットだぜ。結構いたような気がするんだけど。あ、やっぱいるわ。うん。倒しましょう。試練前のレベル稼ぎよ。やっぱレベルにちょっと不安があるのでね、その辺上げていかないとまた下記の試練のようにやられちゃうからね。ほんで、ライチさんは岩タイプ使いということをククイ博士が言っていたので、岩タイプならば今僕が持っている木狼、あと鬼しずくもいるんでね、その辺を使っていくのがいいんじゃないかな。あと使えるポケモンなんだろうな。一応ね、前回捕まえた、草タイプのポケモンとかもたくさんいるんでね、まあそれを使ったりすればいいかな。とにかく草と水、相性のいいものを揃えていかないとね。こいつ何タイプだ？岩タイプだね。岩飛行だ、確かね。珍しいんだよ。アーケン、化石ポケモンじゃないかな。普通には手に入れられないような気がするが、俺も欲しいな、これね。ぜひともください。まあ飛行タイプはフクスローがいるからいらないんだけどね。岩タイプはルガルガンがいますから、まあ昼の姿ね。じゃあ、簡単に撃破だぜ。経験値もショベラーもっとくれてもええんやで。他にもトレーナーいないの？レベル稼ぎしたいんですけど。いてくれ頼むから。もう洞窟抜けれるかな？いや、いるじゃねえか！それもスカルダンだ。知っとるわ。うわ、だから俺を。ってことだね。あ、ハオも来たよ。ダブルバトルになるか。遊んでねえよ。おらついとんな。散々俺たち負けてきたくせにね。その自信はどこから来てんだ。ダブルバトルじゃないかな。俺片方倒すっていう展開か。いや、やっぱダブルだね。ハウと協力してやるパターンだ。さあ、何を出してくる。どうせスリープとコラッタあたりだろ。ヤトウモリとアーボか。あ、そう。まあ、そこに驚きはないよ。いかにもって感じだもんね。ユケフクスローとイーブイ。どうしようかな。ツイバムでアーボ攻撃。ヤトウモリは炎タイプだからね。こっちは効果抜群。よかった。イーブイの方狙ってくれたね。バカなトレーナーだわ。やっぱスカルダンってね。こっち狙われてた効果抜群だよ。まあ一撃でやられることはないけどね。レベル差もあるし。鬼しずくはレベル26。アクアリングを覚えたい。覚えましょうよ。
アクアリングはどういう技だ。自分の体を周り、自分の体の周りを水で作ったベールで覆う。毎ターン HP を回復する。あ、回復技ね。攻撃技じゃないんだ。どうしようかな。じゃあ、雲の巣忘れさせて、このアクアリングね。やっぱこういう技は覚えておいた方がいいからさ。今後役に立つよ。で、やっと森の方も、まあ、次のターン撃破できるかな。こっちもツイバムで、どうぞツインバムで。いやー、ヒノコできたよ。こっちに来たわ。オーマイガー。まあ、そんな食らわないよね。威力自体は低いから。イエス、撃破だぜ。弱い弱い弱い。二度と対決挑んでくんなよ。クソ弱いじゃねえか。まあ、まだまだあるんだろうけどね。てか、あの2体どこ行ったんだ。いや、本来男男だったはずなんですけどね。これ男女ですから、いつものスカルダンじゃないんだよね。まあ、別にどっちでもいいけどね。逃げてったよ。バイバーイ。そんな関係性になってんのか。何？PP リカバー。あー、ポケモンの技の PP を回復するやつか。知ってるよ。遊ぼう。いや、そのディグダがいないからね。じゃあもうこのトンネル出ましょう。うん、そんなトレーナーもいなかったんでね。は、9番道路へやってきた。この先、コニコシティかな？おぉ？誰だ、オタクは。ハンサム。自分でつけたの、その名前ね。全然ハンサムでもなんでもないけどね。完全に似たキャラっていうね。ポケモンマフィア。うっかり3つ買いすぎだろ。まあありがてえ。雷の石。雷の石ではピカチュウをライチュウにしたりとかいろいろとできるよね。まあ EV をサンダースでしたっけ、あれにしたりね。ありがてえな。名前が超変な人。完全ネタキャラな人。いろいろ気になることも言ってたけどね。これ交番？うん。9番道路交番。戦わない。目を合わせない。合わせろや。最近奥にいる相棒の様子がおかしいんだよ。なんで？目、どうしました？怖い。メタ！なにこれ？ポケモン？あ、メタモンか。化けてたんだな。いやいや、ゲットしよう。なんだこれ？そんな展開もあるんだね。おかしいと、お前一発で気づくだろ、こんなもんね。メタ言うとったらメタモンしかいねえよ。で、またレベルも高いこと、29レベルですからね。いや、試練のポケモンよりもレベルだけ見たら高いっすよ。クイックボールでゲットしよう。もう廃人さんご利用のポケモンですよ。俺はそんな使ってないけどね。卵を産む機会にはしないからさ。さあ、一緒に旅をしよう。最悪。イエス、メタモンゲットだぜ。ただ、交番の中でメタモンを手に入れるとは思わなかったけどね。メタモン変身ポケモン、タイプはノーマル。どんなものにも変身できるが、メタモンごとに得意なものと苦手なものがあるらしい。個性があるんだね。このメタモンは人間に化けるのが、姿だけなら得意と言ってもいいでしょうね。ただ喋ることができないのでね。いや、完璧にコピーできるっていうわけではないはずよ。確か設定ではね。相棒がメタモンと入れ替わってただと？今気がついたんかい。無能な警官だな。なにこれ？メタモン5の仕業か。メタモン5は人間が好きすぎて人間と入れ替わってしまう？お騒がせな5匹の組なんだね。あ、そう。そのうちの1体ってことこれ。結構迷惑なポケモンなんだね。相棒は？あ、帰ってきたね。よかった。怖い展開はないんだね。ホラー的なものはね。横のブルーめっちゃ睨みつけてきてんだけど。おー、12,000円。おい、警官がお前ね、一般人に金渡していいんかい。最近コニコシティでメタモンと入れ替わってると思われる人たちが目撃されていてね、調査しているんだよ。相棒の正体を見破った君が協力してくれると心強いんだが、どうかな。いや、ぜひともやりましょう。見つけるのは大変っぽいけどね。本当かい。もちろん俺はさせてもらうよ。最近コニコシティにやりとりが適当すぎる店員さんがいるらしいぞ。メタモンと関係があるかもな。すぐ捕まえろや。メタモンと出会ったら倒すか捕獲して、報告してねとのことだね。見つけましょう。まあでも会話すればわかると思うんでね。あ、これコニコシティ到着かな。
コニコといえば島クイーン、ライチさんのお店だよね。そこで待ち合わせしてますからね。ポケモンを進化させる不思議な石のお店とのことだ。そりゃワクワクすんな。さあ、無事到着だね。なんか船もありますけどね、謎の。ポケモンもいるじゃないですか。スリッパーいるよ。怖えな。わいろいろと言いすぎだろ、これ。ちょっと待て、ちょっと待て。なんだ、これ。変態みたいなのがおるぞ。いいのか、これポケモンなの？変態じゃないの？さあ、コニコシティに着いたんで、ライチさんのお店に行くのもいいんだが、さっきのメタモンの話も気になるしね。店員って言ってたので、どこか店の店員に話しかければわかるでしょうね。なんでこんなとこに山男いるんだよ。め、もしや、タモン？いや、いたいた、早速見つけたわ。よし、これで撃破だ。鬼しずくもですけど、メタモンですからね。ただ、何匹かいるうちの一匹なのかな？それとももうこの一匹倒せば OK なの？で、あそこの山男はどこ行ったんだ？漢方屋に変身してた。あ、漢方屋だったんだね。ってことは、この一匹で OK ですね。いや、でも完全山男ですけどね、ビジュアルは。キャプテン真央と漢方薬の材料を取りに行ってたんだ。ちょうどいいタイミングでメタモンにコピーされたってことだね。お、何？またお金か。1万6000円だよ。いいのかい？これほんと警官がこれだけお前一般人に金渡してよ。いろいろ問題になるはずですけどね。まあいいバイトですよ。金稼ぎには持ってこいだね。で、ライチさんのお店はここになるんだ。入りましょう。ただ先なんかド変態ポケモンもいますね。だのの。気持ち悪い。寄ってくんじゃねえよ。何？ポケモンは手紙を持っているようだ。ピーマン、ライチです。この子は大のオズ。いつも留守番してもらってるの。待ち合わせはメモリアルヒルの奥、命の遺跡に来てね。よろしく。こんなのに留守番刺すか。悪いものは来ないね。これがいたら。どこに向かうんだよ。お、降りてきた。怖い怖い怖い。のずず？薬、くれるの？満タンの薬を手に入れた。ありがたい。見た目はあれですけど、中身はかっこいいね。見た目はね、あれやけど。また上上がるの？あそこにいるんだ。なんでもじゃもじゃなんだよ、それね。すげえ気になるわ。いや、もう読みましたからいいよ。で、この上、ライチさんの部屋ってことだよね。ちょっと見ていくのもありだな。独身女性の部屋もね、どんな感じなんだろう。あ、でもなんか縫い子グマめちゃくちゃいる。え、なにこれ？なんでこんないんの？一人暮らしの女性人気の動く縫い子グマの縫いぐるみ。あ、これ縫いぐるみってことね、全部。いすぎでしょ。一人の夜が寂しいからね、こうやって人形もたくさん揃えてるんだ。気持ちはわからんこともないけどね。ただ悲しい。なんだこの部屋。あら、これ本物かい。わーお、右にくるくる。本物の縫い子グマもいるんだね。回ってる回ってる。俺持ってないからな。うわ、超かわいい。声もキュートだよね。キューティユー。左にくるくる。めっちゃ回るじゃないですか。これライチさん持って帰っちゃダメ？これ取っていったら多分ライチさん激おこでしょうね。すげえ喜んでるよ。はしゃいでるはしゃいでる。ほがらかん体を揺すっている。嬉しい証かな？いないいないバーもやってみよう。いないいないバー。うわ、喜びすぎも可愛いでしょ。ほんと持って帰っていいかな。でも、もう旅に行か戻らないとね。バイバーイ。で、こんなとこにもヌシールが。17枚目ゲットだぜ。謎の本もあるけどね。ポケモン心理テスト。とってもお疲れのあなた。早くベッドに眠って眠りたい。そんな時、びしょ濡れの生拳がすり寄ってきた。さあ、どうする？え？無視してお休み。撫でてから寝る。一緒にベッドへ、部屋を掃除する。どれがいいんだろうね。いや、もうこれはね、自分が思った通りのことすればいいですから。いや、まあ、生こぶし可愛いポケモンだしね。ただ、びしょ濡れだからね。どうしようかな。一緒にベッドへ、眠りましょう。
一緒にベッドを選んだあなたはいつでも相手を気遣えるとっても優しい心の持ち主、けれど相手を優先しすぎでもあるんだね。だから時々疲れちゃうのかも。全部一人で抱え込まないで誰かに相談するといいよ。ピンクのカバンが、開運の鍵とのことだね。結構ガチなやつじゃないですかこれじゃあね、今からライチさんの大試練を受けに行こうと思う。挑むパーティーはこれで挑んでいきたいと思いますのでね、ちょっとレベルに不安はあるけども、まあメモリアルヒルからね、命の遺跡に行けるので、その道中に確か前作では結構トレーナーいたので、まあレベル上げながら行くのがいいんじゃないでしょうかね。で、回復アイテムもいろいろ購入しておかないとね、すごい傷薬や、これを30個だね。これ魔王の試練をクリアすることによって購入できるようになりますから、ただ一気に金が減ってく減ってく、バイトしててよかったな。この先メモリアルヒル、さらにその奥命の遺跡、こちらで合ってますな。さ、前作だとトレーナーがちらほらいたんだが、ここにはいるか？あ、いるっぽいね。お墓がありますから、昔のアローラで偉かった人たちが眠るお墓、カプに見守って欲しかったのね。あ、ここは人のお墓ってことね。私もその時はイワンコと同じお墓がいいな。悲しい話、まだまだ元気に生きろよ。イワンコの鳴き声もちょっと悲しそうだね。まあ、この場所に来たらそういう気持ちになるのもわからんことはないが。トレーナー結構いるじゃないですか。万能子な、勝手に取っていいのかいお前お墓に祀ってあるもん取らなかったか今。大丈夫かよ。でかいお墓だな。誰のだこれ。そこにまず一人トレーナーいるね。上にもいるわ。たくさんいるよこれね。アイテムもあるし。お墓の人ってずっと眠ってるんでしょ。だからなんだよ。なんなんだそのテンションはね。失礼だとは思わんのか。ガキ大人関係ねえぞそこにね。園児の踏みよ。教育しろこれをね。ふざけんな。そんなテンションでお墓に来んじゃねえ。ずっと眠ってるんでしょ。だからなんだよ。バカにしてんのかって話だ。そういう子にはちょっと痛い目ね、見せていかないと。ただ相性は悪いよこれ。ついばむで倒せるかな。クリアースモック。どんなのか。攻撃技なんだね。オーマイガー。一発で。よーし、ブビー撃破だぜ。レディアン。いや、このままで。相手が虫タイプであれば、飛行タイプは弱点だ。はい、オッケー。美味しいです。超いい餌ですわ。さあ、経験値たくさんもらいますぜ。470。で、アママイコ23。アママイコに関しては次の試練、無理だと思うけどね。ちょっとレベルが低すぎるし、まあ、そもそもポケモンとしてもそんな強いポケモンでもないですからね。清めのお札を見つけた。で、こっち上側にもトレーナーがいたな。お前らよ、どこ向いてんだ。こっち向けよ。命の遺跡ちょっくら見物してみようかと。まあ、その前にお一つ。だからなんでそんなテンションなの？墓に来たら俺毎回突っ込んでるよ。いやね、あのポケモンのお墓っていうのもね、これまで一つありましたけど、そこにいるやつのテンションも若干おかしかったからね。そういうテンションでここに来るんじゃねえ。おんでサンダース使ってくるんかい。君に決めたフックスロー。相性はそんな良くないが、まあいいでしょう。ここ葉っぱカッター連発で。サンダース倒したら結構いい経験値もらえそうだな。当たらなかった。嘘だろお前。試練じゃこのね、攻撃当ててくれよ頼むから。外しまくるからね葉っぱカッターを。大事な試練で外したら大変ね。もう一回。雷の牙。飛行タイプ入ってるけど草も入ってるんで効果抜群ではないんだよね。ただフックスロー試練挑む前にも体力がやばいよ。まあ、大試練挑む前に一回ポケモンセンターに戻ろうと思ってますのでね。それまでトレーナーもたくさんいるだろうし。さあ、お次はそこにいるトレーナーだよ。これもでしょ？マダムかな？すんげえびっくりしてる。お墓にふさわしいポケモンってなんだと思い？戦ってみればわかるかしら。だから何その質問、わかんねえよ。そんなゴーストでいいんじゃねえか。優しそうな見た目してからなんだよその質問。トリミアン。あー、犬のね。さあ、これで倒せたかな。あい、トリミアン撃破。しかしまずいな、体力はピンチだよ。で、次キュアワーね。さあ、これでキュアワーも撃破だ。マダムのサユリに勝利だ。やっぱりゴーストタイプ意外性も欲しいのよね。腹立つわ本当に。ゴーストタイプじゃねえよ。でもうトレーナーはいないかな。うん、まあ見る限り一匹いたわ。何これ、スカルダンではなさそうだな。普通のヤンキーか。バッドガールって怖そうでしょ。親しみやすくバッちゃんとお呼びください。なんだそれ。親しみやすくして欲しいんなら格好を改めろよ。そうしたらやってやるよ。怖えな、完全にスカルダンだろこれ。優しい人なんだね。
アリアドス使ってるポケモンもまたちょっと怖いじゃないですか。オラついとんな。見た目もポケモンもね。で、ツイバム。対効果は抜群、一撃だ。激幅剤超弱いって感じ。で、経験値もたくさんもらえるわ。カラカラ26。まあ、カラカラのレベルがいくら上がろうが。まあ、でも次岩だったら地面タイプ相性がいいからね。使い道はありますよ。まあ、でもそんな地面でもいい技覚えてるわけでもないんでね。さあ、このメモリアルヒルのトレーナーこれで最後かな。もういないでしょう。で、ポケモン一体なんだ。おそらくあのポケモンだとは思うけどね。違った、うん、ゴースト出てくるのかなと思ったらね、ボクレイ。まあでもこれも幽霊ポケモンですからね。イエス、ボクレイゲットだぜ。ボクレイ切り株ポケモン、タイプはゴーストと草タイプ。子供の声を真似、人を森の奥深くへ迷い込ませる。自分の仲間をするつもりなどだ。ホラーじゃないか。あら、今なんかいましたよ。スカルダンかと、エーテル財団。なんでヤドンで、なんでドアップ。ヤドンをこのスカルダンが襲ってたってことか。襲われてるって感じしないけどね。なんなんだよそれ。そう、名誉なの、俺にやれってか。わーお、めんどくさいからやれってことでしょ。名誉でもなんでもねえよ、こいつら倒すことがね。で、ヤドンも襲われてねえし、エーテル財団のつに全然仕事しねえな。さあ、スカルダンの下っ端、これいつもの2匹じゃないですかね。で、ラッタ、うーわー、アローラのラッタですよ。で、こっちはフクスローだ。ここはもう普通に葉っぱカッターとかで倒せるでしょ。必殺の前歯、うわー、威力高いんだこれ。そんな食らわないけど、うんでー、また外しやがったこいつ。さっきから葉っぱカッターの命中率ややおかしいよ。大丈夫ですかね、不安になるわ。超怖いんだ、当ててちゃんと。大試練で外したらブチ切れるぜ、俺は暴れるぜ。俺がなんならもうね、ライチさんのポケモンと戦ってもいいけど、そういうことがあればね。まずいよ、お前スカルダンにやられるぞ、うちのフクスローが。あ、よかったよかった、倒せたわ。危ねえ、ギリギリじゃねえかよ。よーし、レベルは31レベル到達だ。あの必殺の前歯やっぱ強いね。で、鬼しずくもはレベル28、バタフリーも26、いいね。さっていったよ。なんかいろいろと言ってね。いや、もういいよ、そのヤドンのドアップは。大試練をこなすのです。そうすればハノハのリゾートから素晴らしいところに案内します。ただ態度えらく変わったけどね、さっきと全然違うよ。まあ僕は別に知ってるキャラクターですから、どういうやつなのかも理解はしてますがね。まあこの先またあるので、そこでいろいろとなんかあるんじゃないですかね。あ、トレーナーもいるね。思いっきし空手かって感じや。まあ、フクスローからした相性のいいポケモンが出てくるでしょうね。これだけかな、いるトレーナーは。命の遺跡はもうすぐそこだからね。空手王のケンジが勝負を仕掛けてきた。ケンジ何使うんだ？まあ、喧嘩にね、相性がいいな。もう当然ここはツイバムね。効果抜群だ。まあ、このポケモンはね、最初の島キングの原さんの試練でも出てきたよね。軽く倒したわ。クソ弱かった。ここでも撃破だね。さあ、この先、大試練受けていきましょう。ん？何これ？なんか来たんですけど、唐突にね。あんたね、グラジオが言ってたの。何にも感じない。普通の子に見えるけどね。名前が普通じゃねえだろ？すんげえ見た目だな。あたいはプルメリ。スカルダンの姉子ってところか。知らねえよ。うわーお、唐突な戦いだね。大試練前に挑むのはマナー違反じゃないっすか。まあ、スカルダンだからそういうことも通じないんだろうね。さ、プルメリさん、スカルダンの姉子ですよ。手持ちは2体か。普通のスカルダンと比べて強いだろうね。ゴルバット。
ゴルバットだと鬱陶しい戦い方してくるんだろうね。混乱させていろいろしてきてね。わかるよ、その戦い方。これまでゴルバットちょっと相性は悪いので、ここはルガルガン君に決めた。うん、岩タイプ技を覚えてるからね。飛行タイプ持ってこいだよ。まあ、電気タイプのポケモンもここまで育てながらいろいろと来たんだけどね。まあ、今はパーティーには入れてない。次は岩タイプの試練ですから、役に立つことはないんだ。岩石封じ。翼で意外にもなんか混乱とかしてこなかったね。助かるよ。愛効果抜群、一撃じゃない、ちょっと残った。まあいいでしょう。次のアクセルロックで撃破は成功だ。はい、オッケー。よし、まず1匹目ゴルバットは簡単に撃破だぜ。おお、経験値も多いね。アナマイコはレベル25だ。フラフラダンス、あ、混乱させる技か。いや、次の試練で役に立ちそうですし、持っていきましょう。高速スピン。どうしようかな。高速スピンを忘れさせて、そして、この、フラフラダンスを覚えさせましょう。で、ヤトウモリね。いや、このまんまで。岩タイプ弱点でしょ。で、メスのヤトウモリですから、進化するやつだね。これ。オスは進化しねえんだよ。メスに全部持っていかれるからね。ヤトウモリの世界ではメスが強いんだ。まあ、人間界でも同じか。ねえ、妻に尻敷かれてる夫みたいなのも多いですしね。ヤトウモリも同じだよ。さあ、これも簡単に撃破だね。よかった。舌打ち結構切れてる感じだね。こっちが切れたいわ、大試練前なのによ。次？何次って。ないでしょ、もう次。あんたとの戦いはここで終わりだよ。どうやらまた出てきそうですね。邪魔してるわけじゃない。むしろ俺が邪魔されてる側なんだけどね。さあ、行きましょう。邪魔は入りましたけどね。命の遺跡にやってきた。しかし、ライチさんはいないぞ。ピーマン。あ、バーネット博士だ。で、リリエもいるね。はいはいはい、ホテル潮祭でも待ち合わせってことは、あの待ち合わせはこのバーネット博士と会うつもりだったんだね。そういうこと、てっきり男の人と会うのかと思った。夫としてはね、そこは許せないことなので、よかったよ。夫の試合があるから帰るってよ。気づいてねえのかい。夫だよ、完全に博士だよ、ククイ博士。てっきり気づいてるもんかと思ったわ。あ、元気にしてくれる、ありがたいね。はい、ライチさんの登場だ。喜んで。可愛いかな。まあ、ライチさんから見たら可愛いんだね。オーケー、行きましょう。島クイーンだ。ドヤ顔、キリって感じだね。手持ちは3体。アノプス。ああ、はい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 。どうやって宙浮いてんのあれ。ね。二本の触覚で支えてるってこと？なんかおかしな光景だね。いや、確かアノプスは岩と水じゃなかったか。だとしたら、この、ね、フクスローからしたらかなり相性はいいポケモン。葉っぱかった。池フクスロー。撃ち起こす。岩タイプ技ですから、フクスローは弱点だ。地面に落ちた。地面に落ちたって出てますから、この状態で地震とかされるとまずいんじゃないかな。多分当たるんじゃないの。多分そういう技だよ、これ。いや、どっちしろいいけどね、どっちでも。まずいな、この場合。鬼しずくも行こう。うん。フクスローこのままだとやられるわ。いや、草タイプでね、レベルも高いから、この試練では役に立つかなと思ったのが、やっぱ相手岩タイプポケモンですからね。
ああいう技使われるとまずいんだ。ああ、鬼しずくも効果抜群なのかい。マジで。やばい、やられるんですけど、いきなりね。またスピードも速いからさ、先手取られるんだよね。ちょっと他のポケモンで行こうかしら。いけるポケモンがほとんどいないけどね。いや、カラカラ君に決めた。これはちょっとまずいっすね。水タイプの鬼しずくも、そして、フクスロー、どちらも岩に相性が悪いという部分がありますから、ちょっとやばいよ。どうしようかな。骨コンボで。いや、でも弱点のはずだよ。地面タイプ技は。おう。食らうね。あ、弱点でもねえのか。どうしよう。これやられるな。やられる前に攻撃するのではなくて、回復しときましょう。うん。すごい傷薬で、フクスローでいいかな。を回復。とりあえずまずアロプス倒さないことにはどうしようもないんで。あ、虫食い、やられちゃった。まあいいんですよ。やられるのは計算通りだ。で、フクスローを君に決めた。素早さで負けてるからちょっとね、先手取れないので、ダメージ受けながら倒していくことになるね。お前、初回からもうすでにポケモンね、やられそうっすよね、こっち。やばいっすよ。半分以上食らうからね。で、葉っぱカッター直撃で、とりあえずあのプスは撃破だぜ。草タイプ効果抜群かと思ったんだけどね。あ、虫入ってんだ。岩と虫だ。水じゃねえや。うん。ですからだね。リーリだ。リーリだ。ああ、はいはい。これもあれだ。方園地方のポケモンだね。化石ポケモンだよ。リーリラは、いや、リーリラが多分草だよ、これ。ね。草岩タイプなので、この場合ね、どうしようかな。いや、とりあえずポケモン入れ替えようかな。入れ替えて何使うっちゅう話だよ。バタフリー。いや、でもバタフリーも飛行タイプ入ってるからな。ちょっとまずいな。これ、アママイコ行って、とりあえず。まあ、岩タイプ入ってますからね。食らうのは食らいますから。ダメージは与えられる。これだね。すげえポケモンだ。ポケモンなのかな、これ。いろいろと気になる。すごい傷薬で。これまたね、どうしようかな。まあ、レベルの高いフクスロー回復といっておこうかな。これまた岩タイプの技たくさん使ってくる。原子の力、いい技使ってくんな、お前。アママイクは効果は抜群ではないからね。飛行タイプとか入ってないから。葉っぱカッターやってみよう。あ、マジカルリリーフの方が良かったかもね。全然食らわない。何これ。食らわなさすぎじゃない？耐えろよ。よし、いいぞ、アママイク。もうフラフラダンスしときましょう。混乱させとくわ。よし、いいぞ。フラフラしてるこれね。ほら、ピヨッタ、ピヨッタ、ピヨッタ。さ、こうなると色々とこっちにもチャンスが来るんだけど。でもね、必ずしも自分に攻撃するわけではないですから。アママイコ、お前の犠牲は無駄にはしないぜ。ここはね、フクスロー出しましょうか。で、葉っぱカッターゴリ押し大作戦よね。俺。素早さこっちの方が勝ってるね。よしよしよかった。いいぞ。うわ、混乱解けるの早え。ちょっとまで早すぎる異常なレベルだよ。あ、でも原種の力そんな食らわないね。威力自体はそんな高くないんだ。さっきの方が食らってたよね。あの、撃ち落とすでしたっけ。あれが逆に食らいすぎてたわ。半分以上削られてましたから。これならば勝てるぞ。もちろん次の葉っぱカッターを外さなければの話ですけどね。お願いしますよ。外すんじゃねえぞ。よし、いいぞ、いいぞ。ちょっとここに来るまで外しまくってたからね。ほっとしたよ。当ててくれて。え？何これ？あ、ちょっと残ってたんだね。あ、倒したと思ったら。わーもう一回葉っぱかった。よしよしよし、撃破だ。倒せてなかったんだね。ちょっとだけ残ってたらしいよ。いいぞ。最後にルガルガン。え、なんだこれ？何の姿で来るの？ちょっとその辺怖いかな。ルガルガン対決で行ってみようかな。こっちも持ってますから。こっちはマヒルだけどね。もしかしたら、ライチさんのやつは、新フォルムか。いや、違う。夜の姿がこれね。わーお、昼と夜の対決だよ。レベルも同じっていうね、ちょっと運命的じゃないですか。どっちが勝つんだろうね、この場合。まずは岩石封じ。どっちのルガルガンが早い？相手の方が早いのか。まあ、でもこの岩石封じは守備力を下げれるはずなんですけどね。噛みつけでひるんで技が出せない。で、ここはルガルガンで行きたいとこではあるけどもね。よしよし、ダメージ自体は与えれるからね。これはちょっと待てよ。まずは、すごい傷薬。なるべく回復薬とか使わずに相手のルガルガンを倒したかったが。
まあいいでしょう。使っていきましょう。勝つのは真昼の姿だよ。ここで Z 技来るか。まずいな。全力の Z 技。ワールズエンドフォール。すげえ技名。これナルトの世界の技でしょ、これね。ポケモンじゃねえよ。一撃？わーお。まあでもこれで Z 技はもう使えないですからね。逆にこっちからしたらそれはありがたいよ。バタフリー、すまんがここはあんたはおとりポケモンだ。やられても仕方がない、うん、やられること前提で出しますからね。すごい傷薬で、フクスローだね、を回復。これでいける。あーでも岩石封じ、あーそうだ覚えてるからね。当然岩タイプですからね。まずいな。この岩石封じだとフクスローも一撃でやられる可能性があるね。いやまあもう次 Z 技で一撃で倒そうと思うんで、相手は岩タイプ単体ですからね。こちらの体力が一撃で、減らされることなければ倒せるはずだ。ここはブルームシャインエクストラだね。新たに手に入れた草 Z だ。よかった、噛みつく。いやでもひるむなよ。あ、よかったよかった、ひるまなかったね。 Z 技するときはひるむとかないかも。最高、魔王からもらった Z クリスタルの Z 技だよ。これで倒してくれよ、ブルームシャインエクストラ。すげえ綺麗な技だね。おーおーおーおお、神々しい。イエス、効果は抜群、一撃だぜ。まあ、体力減ってたっていうこともあるけどね。よかった、これでこの試練はクリア、大試練はクリアだね。最後ルガルガンだったからありがたかったね。岩タイプ単体ですから、他のタイプ混じってるポケモンが来てたらちょっとまずかったかもね、これも。素敵ね、急な告白マジっすか。はい、またまた新しい Z クリスタル、岩 Z。 まあこの戦いのね最中にも使ってきてましたよね、うん。最初の第一年、原さんの時にはね、Z クリスタルの Z 技使ってこなかったからね。使う前にこっちが倒してましたから。初めて見たよ。相手が使ってるところね。岩タイプの Z パワー引き出すのはこの動き。腰のひねりと力強さがポイントだからよく見ていて。なんか今からエロいことする感じだね。腰のひねりか。おーおーおーおお、いい年こいたおばさんが何かしてるよ。リリードン引きじゃないですか。バカにした笑い方だよね、あれ。いい感じに使ってよ、岩タイプ。硬くてゴツくて攻撃するのが得意。私とはあんまり似てないけど、かえって惹かれるんだよ。男のタイプが多分そういうタイプが好きなんだろうね。だそんなゴツいトレーナーとかいないんでね。山男くらいじゃないですか、ライチさんに会う男性は。で、漢方薬屋もね、あれでしたから、いいのかもね、もしかしたら。ハウもここに来たね。てか今から大試練ってことかな。急だな。エーテル財団の緑な変な人から、大試練が終わったのなら、ハノハノリゾートに来るようにって。エーテル財団、まあ、さっき話しかけられましたよね。何の用だかわからないけど行ってらっしゃいピーマン。ハノハノリゾートにすぐ向かうのなら、リザードンで簡単に戻れば、空間研究所の先にある橋を渡ればハノハノリゾートよ。リレー来てくれないんだ、朝。
いや、このハウは簡単にこの試練クリアするだろうね。このポケモンがいますから。じいちゃんのようにおしゃまりたちのすごいところ。上手に引き出せないけど、俺なりに頑張るからね。頑張れ、俺はもうクリアしたからね。先輩だ。さ、この先がハノハのリゾートらしいね。やってきたよ。あたのじいさん、楽しい探しをしてるの。もう一度島巡りをしたら何か見つかるかね。わからん、そんな俺に言われてもね。自分で探せや。あ、ペリッパいるよ、それ。これから結婚式始まるよ。一緒お祝いしてほしいな。え、誰の？気になるな。まあ、一応、はいで。ありがとう。いよいよ始まるよ。唐突やね。少ねえ観客、子供しかいねえよ。それでは、新郎新婦のご入場でございます。ピカチュウじゃねえか！ What？ ピカチュウの結婚式。オスとメスだよ。あの、尻尾が割れてるというか、ハートマークになってる方がメスなのね。なんだよこれ。誓いのキスをピカチュウ同士が？わお、わお。ちゅじゃねえよ。なんか入っていったぜ。おめでとう。なんなんだこの茶番は。お、ピカチュウ帰っていったよ。え、なんだったのこれ。結婚式ごっこ。いや楽しかったけど驚きだよ。おお、なんかくれるらしいね。お花の香を手に入れた。いや、いいもん見れたね。さあ、中に入りましょう。この中でエーテル財団のやつが待ってんのかな。あ、いましたね。ザオボー、わかってます、知ってますや。エーテルパラダイス。来ますよね。いいえって言ったらどうなんだこれね。まあ、はい。おお、いろいろと来たね。ハウも。もう、早え。先大試練受けたばっかだろ、お前。その一言いらねえ。ウラウラ島のマリエの、庭園で会おうぜ。ここからハウと二人旅ってことか。まあ、二人旅っつってもエーテル財団のとこ行くだけだけどね。ちょくちょく余計な一言多いな、さっきから。いや、違うだろ。ボケたがりだね。漫才師になるのもいいかもね。このまま二人でトレーナーやめて。おお。次はここのエーテルパラダイス。旅の舞台はまた変わりましたね。はい、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回はね、このエーテルパラダイスにやってきましたので、ここをね、プレイしていきたいと思いますのでね。また次回楽しく見てくださると嬉しいです。グググググバイ、またおう。